松田都市は日本の歌手、声楽家。松田都市への芸名でも活動した。神奈川県横浜市出身。東京音楽学校本科卒業。在学中は長坂よし子、マリアトルに指示。卒業後、日本大学芸術科や東京女子体操音楽学校の講師となる。百三十六年 NHK において、 放劣歌曲を初放送。その後は国民歌謡で乱歌の章満州帝国皇帝陛下法芸国民歌、日本婦人の歌を放送。戦後もラジオ歌謡で白鳥の歌文化湾ソロなど吹き込みヒットさせた。1949年8月からは NHK で放送開始した歌のおばさんに約15年間出演。安西愛子と共に 歌のおばさんとして親しまれた。1954年12月31日、村の娘で第5回 NHK 紅白歌合戦に初出場。この第5回紅白の松田の歌のラジオ中継の音声が現存し、2004年に NHK のラジオ番組で紹介されている。1960年代や1970年代には日本テレビのオーディション番組スター誕生。 や、勝ち抜きしりとり歌合戦の審査員としても出演し、スター誕生。では、約10年にわたり、出場者にアドバイスをした。1971年、第1回日本同様賞特別賞受賞。1975年、上田女子短期大学副学長になる、蘭寿ジュ賞受賞。1982年にラストコンサートを開き、 歌手業からは引退するも歌の講師は続けており、90歳を超えても講師業などで多忙な日々を送っていた。1987年、訓四東随法賞受賞。2007年、社団法人日本歌手協会主催の歌謡祭にゲスト出演。2011年12月7日、老衰のため、東京都世田谷区の高齢者施設にて死去。96歳没。打つ。 生涯独身で、母ュは友人である、関ん元康が務めた。2012年、松田の貢献人となった関んが、社会福祉法人、全公会に、松田愛用のピアノを寄贈した。東京芸術大学では、OG でもある松田の業績を称え、松田と師匠を創設。毎年、声楽家の優秀者に授与されている。後進の育成にも力を入れており、 岩崎博美、吉見姉妹、石井健三、新沼健二、鈴木より子、神の三は音楽教室の文下生である。スター誕生。では、辛口審査員として出場者に厳しいコメントをすることで有名で、番組の売りの一つでもあった。やめた方がいいわよ、顔だけ美人はミスなんとかに出てなさいなどの言葉を出場者に残し、中森明菜が出場した際は、あなた、 歌は上手だけど、顔が子供っぽいから、無理ね。同様でも歌っていた方がいいんじゃないと酷評している。初期のディズニー作品には何度か声優として参加しており、ウォルトディズニーと対面したこともあったという。ありがとうございます。